参りましょう。まずはこちらのトリビアです。忍者伊賀忍者の棟梁服部半蔵は部下の忍者部隊にストライキを起こされたことがある。笑われましたね。忍者ってそういう人たちなの、はい、やってらんないよって人たちなの。待遇に不満があったんですかね。まあ、そういういろんなことがあったんでしょう。じゃあどういうことなのか見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。服部半蔵といえば徳川家康に仕えた伊賀忍者の棟梁として有名であるが、服部半蔵に詳しい伊賀忍者博物館顧問の黒井さんはこう語る。はい、確かに服部半蔵は部下の忍者たちにストライキを起こされたことがあります。ストライキを起こされたのはよく知られています有名な服部半蔵の長男の2代目の服部半蔵の時だったんです。それは徳川実紀という本に書かれています。こちらがストライキの様子が記された徳川実紀である。その中を見ると200人の同心ども大いに怒り近所の寺院へ立てこもるとある。確かに服部半蔵は部下の忍者部隊にストライキを起こされていた。さらにその本にはストライキの詳細が書かれていた。父の死後半蔵の名前を受け継いだ二代目服部半蔵正成はその高名な名前と時の将軍徳川家康の命を嫁にもらったことで自意識過剰になっていた。調子に乗った半蔵は部下の忍者の妻に手を出したり、それに歯向かう部下に対しては給金を差し押さえるなど傍若無人に振る舞っていた。それに我慢できなくなった忍者部隊は寺に立てこもり、江戸幕府に半蔵の解任を要求した。半蔵反対！半蔵許すな！半蔵！切ないよこれ。忍者親族を合わせてその数1000人以上、2ヶ月にも及んだストライキだった。その結果半蔵は江戸幕府から家臣の職を奪われ、ついに無職になってしまった。はい、名誉挽回をかけた戦いでは戦死を装い逃亡したんです。そして75歳まで何食わぬ顔をして農民として生き抜いたんです。ダメじゃん。二代目服部半蔵の得意技は雲隠れの術だった。島君会長が高いよ。出だし会長じゃないか、はい、それではストライキを起こされたことがある2代目服部半蔵正成の基本情報から。徳川家康の家臣として活躍した父初代服部半蔵の死後その名を受け継いだ武将で、妻は家康の命にあたる松平定勝の娘でありました。半蔵は徳川家の一族になったことと高名な名を手に入れたことで調子に乗りまして、配下である伊賀忍者たちに横暴な振る舞いをしていました。不満を持った忍者たち200人とその家族合わせた約1000人がおよそ2ヶ月間立てこもります。でこのストライキによりまして幕府は動くんですね。半蔵に対して謹慎処分、自宅待機を下します。これで反省するかと思いきや、これに半蔵は怒ります。あらストライキの死亡者10名に死罪を要望し、それを決行いたします。ナイス男だ。ありがとうございます。この時10名中2名が逃亡をしてしまうんですけれども、それを知った半蔵はそのうち1人を探し出して切り捨てます。うお、はい、ところがですね、その殺した相手は全くの別人で、
ことを知った幕府は半蔵の職を取り上げました。伊賀忍者の棟梁服部半蔵は部下の忍者部隊にストライキを起こされたことがある。84平。